ったらトラたちも死んじゃうもん。法王朝が牽制を振るうのに邪魔だったとも考えられるが、ブレイドがアルスとなり大地となるならば、それはブレイド信仰につながる。新たな宗派ができれば法王朝の脅威ともなりうる。それだけならわかるんだ。国と国の争いってやつだからね。だけどレックス、人を憎んで自分を憎んで、やがては世界を憎む。世界を憎んだ後はどうする？それはそんな世界なくなってしまえばいい。そうならないかな。論理の飛躍と言いたいけど、事実そういう人間は多いわね。前に言ったろ、マルベイニと話しているとき、なんだかメスと話しているみたいだったって。そういや、そんなこと言ってたね。気になるんだ、マルベイニの目的がもしメスと同じだったら。残すなんて悪い母さんだね。え？でも母さん、ごめんね。やめて、来ないで。こちら、こっちに逃げたぞ。母さん、母さん。マルベーニ聖火、これより雲海を抜けます。何？下からだ。雲海内に巨大な影、これは
まさか。僕は敵の戦力分析を。やってるよ。あんたこそとっとと反撃しろっての。頭動かすより手を動かした。ああもう、サタはどこ行った。こんな時に。サタなら下だよ。下？じゃあよし、砲へのバイパス接続。見てろよクソ坊主。出せるのか。いつでも。船は予定通り境界層まで上昇。そこであんたと熱を下ろす。境界層より上はアルストの飛行機械じゃ登れないからな。ああ、それでいい。シン、これでいいんだよ。サタヒコ。ん？ラウラ、頼む。シン。義経、ブレイドボッツに火を入れろ。反撃だ。シン、メッツ。アーケディア、想定していたより早かったな。早々に小僧に見切りをつけたんだろう。やつらしいぜ。ハッチ解放、いつでも出せるよ。よし、出せ。しかし、どないなっとんのや。世界中の中がこんなんやて。自然の木ではなく人工の塔。モルスの血と同じ文明のもののようですね。神の生まれた世界、シンはそう呼んでいた。神さんの作った塔か。ほんまに塔のてっぺんに神さんがおるんか。楽園があるんか。モルスの血を見てわかったんやけど、あら、千年や二千年の昔やないで。万どころかもっと前のもんやわ。そんなもんアルスでもよう生きられへん。ホムラやヒカリも会ったことはないって。でもこの塔は実際に存在してる。それなら百聞は一見にしかずか。確かにここであれこれ想像していても拉致が開かないな。ニア、どうしたの？お腹グーグーなのかも。あんたは人の顔見れば財布を落としたかとか腹が減ったかとか他に聞くことないの？もう、ニアがご飯以外のことで真剣になるってのはちょっと考えられない。もうぶっ飛ばすよ。じゃあ何ですも？じゃあってのが引っかかるけど、まあいいか。ブレイドのみんなに聞きたい。正直に言って、もっと行きたいって思ったことある？コアに戻らずにってこと？うん。難しい質問ね。昔の自分を知りたいとは思うけど、今の自分はメレフ様が亡くなった後。失礼。いや、構わん。亡くなった後まで存在したいとは思わないし。うちもやな。王子との思い出は王子とだけ持っときたい。早は嬉しいこと言うてくれるやんけ。白子は？私は最後までお嬢様のそばにいられればそれ